からつき。はい、ということで、はい、ちょっといろいろお話を聞いてきたんですけど、はい、ありがとうございます。いや、すごい面白いですね。そのまあ筆跡も面白かったですよ、はい、でも社長の取説もすっげえ面白い。はい、あの結構面白いと思います、うん、ねえ、これ今後どうしていきましょうかね。あのやっぱりこれを、うん、あのいろんなところで広めたいし、うんうん、でこれは何も社長を笑い物にするっていう意味じゃなくて、うん、やっぱり社長をもっと分かってもらう、うん、社長の熱意を理解してもらう、うん、でそのことによって会社が一丸となりやすい、うん、少なくともそれを理解しようとする社員から社長の熱意を感じ取って、ちょっとやっぱり一緒にやろうかなと思う気持ちになってくれる。これはその会社にとって財産でしょ。よくいろんな方々が言うんだけど、人材人材って言うけど、あれ材料っていう字を使うんですよ。材料の財を使うんですよ。だけどあれは金を生むための材料として人を使ってると感じるんですよ。僕が言ってるのはそうじゃなくて、財産でしょって。その人は計り知れない利益を生む可能性もあるし、利益だけじゃないんですよ。会社自体を存続するときにも必要な人になるかも。要は人の財産なんですよね。でもこれはほっとけば財産になるわけじゃなくて、これをやるのは上の人ですよ。上の人がマネジメントをして、その人の特性を生かして、お互いに意思の疎通を図って、意識を上げて同じものに向かっていこうぜっていうことがいかにできるか。相手を材料じゃなくて人材、財産としてどうやって認めるかってことを具現化する方法なんですよね。でもこの社長の取り出ってすごくよくて、あのもう全部の会社に導入してほしいぐらいなんですけど、これ社長の取り出って本をぜひ出版いいですよね。そんなのやったら面白い ね。ちょっとこれ社長の取り出ベストセラーになりそうなんでぜひ出版社の方はあの菊池さんの方に、ね、あの本当に僕はもともと個人ばっかり見ていたんだけども、うん、ある社長の個人見たときに、うん、これ組織で使えるじゃん、うん、でヒントをいただいて、それから真剣にこれ考え出したんですよね、うん、その社長は全く、でももともと会社員の時代も長かったわけだから、会社のその員の苦労も分かるしね。そうなんです、うん、みんなやっぱりそういうのを抱えていて、うん、で結構ほらなんていうの、お弁当屋行ったりさ、うん、社内営業するやつがさ、うん、どんどん評価されたりしてるのが現実ってあるんですよ、うんうん、でもそれって本当にいいのかよって話で、うん、違うよねっていうのがあってね、うん、もっともっと上の人も本当にその人のことを分かった上で意思の疎通が分かるような組織を作ろうよっていうことを、自分に心地いいことを言うやつを大事にするんじゃなくて、組織全体をちゃんと考えようよっていうことをトップがやればできるんですよ、うんうん、でもなんか今までも例えばそれは経営理念とかなんか、うん、あの聞こえのいいようなことではやってましたよね。やってます、うん、あのそれはその前提があって、うん、今僕が言ったような個人特性には触れないんです。触れないね、だって分かりっこないっていうのがあるから、うんうんうん、だからそれは分かんないよね。でもこの立場の人はこうあるべきだろう、この立場の人はこう考えるべきだろうっていう、そのどう考えるべきかってことは教えるよってことなんですよ。だからあれなんかあの建前としてはいいんだけど、それって結局みんな同じっていうところに立ってますよね。ならざるを得ないでしょ、うん、いわゆるならざるを得ないんですよ、うん、なぜかといったら前提として個人個人の特性なんか分かりっこないじゃない、うん、君らが合わせるんだよとこの役割に、うん、っていうふうなやり方をやってしまうんですよ、うん、だってそれ以外できないでしょ、うん、でも僕がやってるのはそうじゃなくて、いやみんな個人特性があるんだから、うん、それを分かった上で得意な分野を生かしてあげましょうよとお互いに、うん、でこの前提にあるのはこれあの社長にもよく言うんだけども、上位にいるから人間的に完成度が高いなんてまさか思ってませんよねっていうことを言うんですよ、うん、なんか勘違いしそう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 でしょ、うん、そんなの関係ないんですよ、うん、人間性じゃないんですよ、うん、それぞれの個人特性をたまたま経済発展のために生かせる人が上にいるだけでしょ、うん、だから人間的なものとは全く別なわけですよ、うん、でこの人間的なものと個人特性っていうのはすごい密接に関係しているので、うん、それをもしみんなが認め出したら、うん、組織として活性化するに決まってるんですよ、うん、だって無理するやついないんだもん、うん、自分の得意な分野はどんどん生かそうよ、うん、上も下も知ってて、なんかそれってさ、その自分としても心地よいし力も出せるし、で会社としてもいいですよね。いいと思います、ね、おそらく
伸びてる会社は、うん、結構やってると思いますよ、うん、こういったもの、うん、あの小さいところでも大きいところでも、うん、一人一人の個性をちゃんと、うん、あの個性を例えば調べる方法として、例えば質問がある、ね、ストリングスファインダーとか、エニアグラムとかいろいろ答えてやるものもあったり、あとはその四柱推命みたいな、あの誕生日から割り出すものとか、動物占いの個性心理学とか、まあ、活用しているものは例としては多分あると思うんですね、はい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 、で筆跡鑑定って今筆跡診断の、うん、筆跡診断のやつっていうのはすごい早いですよねはい、あのまあその場で見て分かるので、うん、会話の中でも非常に出しやすいですよね、うん、あこういうとこあるよね、あとその質問したものなんかだとバイアスがかかって、なんかいい人になろうとかこう、うん、いいふうに答えちゃおうみたいな、うん、あの残念ながらそれを教えてる学校があるっていうのは僕は、うん、ある大手の企業の人事の人から聞きました、うんうん、あの入った時にすごくいい人間性だということで、うん、支店に出したんですって、うん、そしたら支店からすぐクレームが来て、うん、なんか違うぞ、うん、でもどう見てもいいんですよ、その試験の結果は、うんうん、で当人呼んで聞いてみたら、うん、いや実は勉強しました、うん、どうすればこの会社の文化やってるか勉強しました、うん、そういうのあんのかあったらあります、うん、教えてくれます、うん、こういう質問にはこう答えろ、だからそういうものがねあるとね、そういう素晴らしいテストのシステムを悪用してるやつがいるってことなんですよ、うん、でこれは作ったやつじゃないんですよ、うん、使ってるやつの中に出てきちゃって、これはすごく残念なことで、うん、そのテストがいかにも不正確に見えちゃうじゃないですか、うん、でもそんなんじゃないんだよ本当は、うん、正確なんですよ、でも使うやつが、うん、悪用しだすとそんなことまでできちゃうっていうのはすごい残念なことですよね、うん、でもさ結果として例えば自分の特性じゃないことを書いたとしてもそれって不幸じゃないですか、あの実際にはそうなのって言ってました、うん、その人事の方がおっしゃったのは、うん、企画面ですごい優れてる、うん、柔軟な発想でいいじゃないか、うん、言っちゃうと、うん、その部門ってみんなそういう人ばっかりでしょ、うん、できない人ってすごい目立っちゃうんですよ、うん、なんだお前この違うの考え方は、うん、そうするとこの人って入ったはいいけど、うん、悲惨ですよね、うん、苦しむよね、いや逆に ねかわいそうな状態になるんだけども、うん、でもそれが結局わからないっていうか、うん、これは、うん、あの学校と同じで、うん、入っちまえばこっちのもんだぜの延長で会社を考えると、うん、やっちゃうんですよそれを、ね、ところが入った後地獄だと思いますよ、うん、ね、うん、マックさん、企画としてもとてもユニークな方になると思いますよ。あ、ありがとうございます、ね、社長の取説、ね、はい、もうすぐ発売、いやいやいやでもこれがみんなに浸透していくと、この考え方が、うん、やっぱりみんなが笑顔、まあ、笑顔で働けるって言い方はちょっと安っぽいかもしれないけども、いやいや僕ね思ったのは、うん、社長の取説だけじゃなくてその課長の取説とか妻の取説とか夫の取説とか子供の取説とかありえるんです、ね、要はお互いを知ろうよ、これシリーズになりますよ、お互いを知ろうよってことなんですよ、うん、もっとオープン で要は期待するものに応えるんじゃなくて、うん、お互いをまず知って、うん、でもっと言うと、うん、許し合おうよなんですよ、うん、自分とは違うんだから、うん、違うじゃないかじゃなくて許しを、うん、許しをお互いにしろよと、うん、これ例えば、まあ、今菊池さんは筆跡の部分でできるけど、まあ、全員ができるわけじゃないから、例えばじゃあ私はその、ストリングスファインダーやってるからエニアグラムやってるから、もしくは会社ではそういうのを導入してるから、それと組み合わせても面白いかもしれないですね、決してどれも否定する動きものでもないので、うん、それはそのアプローチがあるんですよ、うん、でもそれだから問題はどう使うかでしょ、うん、僕がやってることだって結局はツールだから、うん、人をいじめるためにも実は使えちゃうし、他のも全部そうですよ、マイナスにも使えちゃう、うん、だからフェアプレーの精神があるところでないとやっぱりダメなんだよね、うん、人を辞めさせるためにも使えちゃうから、うん、だからこれはもう残念ながらそういうところは僕は協力しませんけども、うん、でもそこさえちゃんとクリアできれば、うん、すごくいい働きができる、うん、でもなんか少なくともその社長の言っていることが浸透するっていうのはすごくプラスになると思うんですよね、社長は自分のことを分かってくる仲間が増えるってこと、社内でね、え逆に言うと社長の考え方についてこれない人はその会社に入んないとか、まあ、そういうこともあるでしょうね、うん、やっぱり、うん、あと社長の熱意が分かんない人は、うん、やっぱり仲間にはなり得ないかもしれない、うん、その純粋な気持ち、うん、だってみんな結構ね純粋な気持ちでやってますよ、うん、社長は、うん、でも純粋だからこそ
んなものを今更言えるかみたいに、まあ、恥ずかしいしね、照れくさいしね。だけどそれを言うことによって社員は、ああそうなんだって思う社員も結構たくさんいるんですよ。でそれ言ったっていいじゃないですか。うん、いや言った方がいいよね。ね、だってその気持ちさ察しろって言っても無理だからさ。いやそれは俺のこと見りゃ分かるだろうって、うん、分かんないって。そんなことは自分で言ってあげてください、うん、自分で、かつ俺ってこういうとこあるんだよ、うん、こういう性格なんだよ。でもってことも言ってください。あの言わなくてもいいんでしょ、菊池さんが言ってくるんでしょ。僕が言っちゃうから、ね、でもその前の下打ちはしますよ、うん、でも社長がこれ言ってくれるなって言ったら言いませんってことはやりません。大体下は知ってるから、すでにそんなことは。そうなんだ、うん、やっぱり、いや社長これ言わなきゃダメですよ。つまりいいことだけダメなんだ、やってもダメなんだ。それやったら社長の思ってることとか個性とかやっぱり素直に表現した方がいいってことです。いいです、うん、そういうことです、うん、社員はみんな知ってますから、うん、それを隠すと、うん、なんだよこれ、うん、社長の何優勝する場ですかになっちゃうんですよ、うん、だからこんなの意味ないんですよ、うん、だから社長の個性とかそういう特性とかが分かって、あ社員もそれを理解して、例えばあじゃあ社長はそういう特性だからこういうふうにプレゼン しようとか、働き方もこういうふうにしようとか、そういうふうになってくれればすごくうまくいくんだけどってことですね、うん、だから社長がこれ言ってくれるなっていうふうにもしあるでしょ、うん、そういうことは、うん、そうするとなぜですかってことなんです、うん、僕が言ってるのは特性だけですよね、うんうん、それに対して言ってくるいいも悪いもないんだよね。言ってるにもかかわらず、うん、嫌だって言ってることは何かがあるんですそこに、うん、それをちゃんと聞いていくことも大事なことなんですよ、ね、社長の思い込みとか信じ込みとか、うん、過去の嫌な経験がそれにまとわりついてるとか、うん、それを社員にも同じようなことを言ってる可能性がある、うん、でもそれ社長一時期の経験とか不愉快な思いが残っていて、うん、それやめてくれっていうことを言ってるんですか。なんかトラウマみたいにね、そうそうそう、うん、感情がそこに、付随して記憶されてるから、別にそれはニュートラルにしてあげればいいっていうことですね。うん、取っちゃいましょう、うん、っていうのも場合によってはありえますね、うんうんうん、結構そういうマインドの部分って大きいですよね。大きいです、うん、だからその社長も、思い切り働けるし、その社員もその社長の思いにこうついて、そうそう一緒に動けたらすごい、共にやろうよっていう、すごいチームになるぞ、ね、すごい会社になりますよね。だから例えば社長がお客さんに、うん、大事なお客さんに、うん、約束して帰ってきたらしいぞと、これまずいだろ、やんなきゃダメだ、やろうぜみんなでって、そういう会社です。うん、これは部長でも一緒、うん、部長が社長に言っちまったらしいぞと、うんうん、これは部長に恥かせたらまずいじゃん、うん、やろうよみんなでってことを課長さんが言うとかね、うん、こういう会社ですよ、うん、これって、まあ、最高にいい会社ですよね、うん、楽しいでしょ社員も。それを見てる下の人は、うん、いやー面白いな、私もなんかないですか、記憶できること、うん、言い出すと一体感、うん、いやそれはすごいね。思ってるでしょ。例えば社長も、例えば自分のことが分かってくれないって常に思ってると思うんですよ。思ってる。なんで部下は僕のこと分かってくれないんだ、私のこと分かってくれないんだって思ってるわけでしょ。思ってる。それのストレスが少なくとも減りますよね。思ってるくせにやってないんだもん、うん、言ってないもんね。言ってないもん。見りゃ分かるだろ。無理だよね。見りゃ分かるだろ。それで、いや、分かんないんだから、それで。広告代理店に作らせたようなさ、経営理念とかさ、綺麗ですね。ね。あれ、もう分かるよね。もう何にも考えてないというのは。だから、ああいうのやってると、うん、上の人は完璧だっていうのを案に刷り込むようなことやるわけですよ。でもみんな知ってるわけですよ。うん、そうじゃないだろうと。うん、完璧でもなんでもないじゃん。うん、その時に、やっぱり人間味を出すことをちゃんと言って、うん、伝えることによって、うん、社員も、いやいやうちの社長面白いんだよって始まるよね。うん、特に小さな会社はぜひやってほしいですよ ね、 すね。あのやっぱり100人200人でも、うん、これは結構面白いと思いますね。うん、こんなことが伝えれば、はい、働いてる人も含めていい、ね、みんなが、うん、そこぜひいい職場になるね。菊池さんの、ね、社長の取説社長の取説、ね、これはぜひいろんな会社に導入してもらいたいですね。ありがとうございます。あの社長もハッピー、うん、社員もハッピーだと思います。あるいは支店でやれば支店もハッピー、うん、店舗でやれば店長以下、うん、規模にあんま関係ないですね、うん、そうですね。じゃあなんか最後に、もう時間なんで、あ本当だ、もう時間ですね。はい、あのなどうしましょう。あの、いやいやいや、もう社長の取説、はい、ね、皆さん導入してください。社長の取説ぜひ、はい、